よう、今日は原料飯を紹介していく。俺って朝昼はまあプロテインで補ってて、で夜はこうちょっとご褒美でちょっと美味しいものを食べていくっていう感じなんだけど、その夜のメニューを、ね、作っていく。スタメン発表。まずはこれ、納豆。納豆ね、卵、納豆とか味噌汁の中に入れるネギ、ご飯、白飯、これ、ね、野菜、きっと野菜、カット野菜、もも肉、またこれね、ロスコーラー。はい、エネルギーが20キロカロリー。だから、ね、俺はまあ1日1回ぐらいはまあ炭酸飲まないと気が済まないから、これでストレス発散しています。味噌汁の方に白身を入れてやるとちょっとおもろいことができてね。今から行くね。今から混ぜるよ。これ入れたら混ぜる。混ぜたらね、これすごいんだけど、これ溶き玉汁みたいになってね。これが豆知識。鶏肉、サラダ、ご飯、納豆、卵、ネギ、味噌汁です。ね、赤色のやつ。楽しく食べたいからこうやって味変とかもする。焼肉のタレで、みんなも減量頑張ろう。あとはゆっくり食べていくよ。